前半が280、はい、後半が267、うん、合計、547点。まあこれでもいいとこです。予想してる人なかなか近いですね。みんなこのぐらいを予想してた。近い。一人著しく点数が違う人がいるからね。誰？いやいやいや、続いてたくさん。はい、打ち残しはしませんでした。まず目標達成で、前半266点、後半265点、合計531点です。素晴らしい。ナイスショー。なんかもうみんな試合心じゃない。試合心。そんなことなかった今考えたら。そうでもなかった。うん、すごい成長。はい、まあ俺やっぱりね、これ一番期待されてました。記録用紙みたいな、みんな出しちゃった。みんな言っちゃで、みんなね、俺610点ぐらいで言ってくれって。まあ甘い、みんな甘い。まあ、一番最初53スタートして、うん、で前半が270点。何が起きたの？後半が紆余曲折ありまして、523点。どこで曲折したの？むしろ、え、要するにドベ。おめでとう。ナイスです。焼肉しゃー。いやー、やられたね。範囲は何ですか？範囲はね、あのね、右肩の可動域ですね。もうあのここをこうやってアンカリング入れた時に、多分後ろでこうやって俺の肘を押さえてる人がいて、誰がいる？もうこれ以上ちっちゃいおじさんがこれにいて、こうやってこういうイメージね。こうなってて、こういうイメージ。さあ、団体戦の方始まりましたね。今日も解説、私 TKC と天の声でお送りします。はい、70m、 地元の高校生との戦いみたいですね。結局打つ順番は TKC さんが1番、上園さんが2番ですね。始まりました。なんかすごく楽しそうな試合になりそうですね。なんかニコニコしてますね、皆さん。そうですね。カイ君がちらっと映ってておしゃれですね。カイ君が映ってるとおしゃれ。早い。中国生1本目13秒で打ちました。さあ TKC さん1本目8点ですね。まあ団体戦1番手一番大切なんで、やっぱ流れを作る面でも。天の声さん、団体戦の経験とかありますか？ないです。ないですか？はい。なんか緊張しそうですね。なんかこのラインまで急いで入らなきゃいけないとか。そうなんです。クロスしちゃいけなかったり、ノック触ったまま入っちゃいけなかったりとか、いろいろとルールがあるので。上妻さんとかはもう本当に打つのが早いんで、もう団体戦2番っていいっすよね。団体戦こういう人がいると安定感が出ますね。まあ、勝ち進むかどうかはやっぱりもう上妻さんはもう阿部で当ててくるんで、もうたけしさんとたくさんにかかってるのかなと思います。はい、藤さん9点でいいっすね。当たってます。チャージですね、これが。はい、これがチャージです。今日のためにハンドルを新しくしてきてるんで。お、9点入りました。いいじゃないですか。たくさん調子がいいですね。こんなに当てるたくさんを見たのは生涯で僕は初めてです。本当に大学時代それでもなかったんですけど、はい、ショートハーフで600点出てるのをもう見たことないぐらいだったので。じゃあすごいですね、今上手に。うわー、いいガッツポーズ出ました。あ、ガッツポーズいただきましたね。ドヤ顔がすごいですね、今回の。ちょっとすごい、まあ、いいガッツポーズでしたけど、かなり強めなガッツポーズありましたね。これはもうガッツポーズ期待していいんじゃないでしょうか。はい、地元高校生チーム0点の2点。さあ4ポイント選手ですので、ここストレートで取ってしまえば勝ちになります。なるほど。編集がいいですね。なんかこの右上のこの感じ、はい、かっこいいですね。なんかテレビ見てるみたい。長いっす。7点。笑ってます。TKC さんもともとそんなに団体が得意な人ではないんですね。打つの遅いし。あ、そうなんですね。
あ、はい、だから1番手でってことですか。いや、いつも3番手でもう残ってきた時間の中でお前は打てって言われることが多かったんですけど、9、8ですね。まあなんとかカバーしたんじゃないでしょうか。はい、まあでも元々そうですね、 TKC さんも当てる力はあったと思うので。上妻さん調子がいいですね。なんかすごい澄ました顔してました、はい、今これあれですよ、多分あの1個前のエンドで9と10をあの際どいの俺がチューって言ったのを多分見、はい、聞いてたんで本当に9かって顔したんですね。なるほど、はい、さあ今日どういうこと出るんですかね。チャージしてどういうこと出す、ちょっと楽しみですね、はい、リリースがそのままガッツポーズにつながる形なんですね。なるほど、リリースフォローするガッツポーズ。あ、なんか申し訳ない顔してますね、上の6点に。嫌ですね、もう僕中学生だったら戦いたくないです、ここのチームとは。下6。あー、ドヤ顔出ませんでしたね。なんかすごい顔が、はい、あ、でも勝ちましたね、はい、ウィンがつきました。よかったよかった、はい、言ってましたもんね、 TKC さん一番最初この動画撮るときに1回戦で終わったら動画の尺やばいからどうにか2回戦まで行かないといけない。言ってました。かっこいい、クォーターファイナルですって。1回戦勝っただけでクォーターファイナルって大げさですね。よろしいですか。さあ今回は富山県の方々と成人の方と、カイ君がフェイントかなりかけてきますね。あ、すいません。さあ始まりました。ちなみに今回 TKC さん持ってるタオルはサチモスのタオルになりますね。サチモスってあの有名な歌手の人ですよ。そうですね、昔好きだったみたいですよ、今は全然聞かないみたいですけど。おっと暴れましたね、6点これはやりましたね。もうでもちなみにこの時も相当肩に来てるらしいです。もう午前中からの疲れが、はい、もうどんなに引いてもクリックは消えなかったって言ってました。おお、5点です、合わせて11点、4点ビハインド。全然関係ないですけど、右のあの赤い男の子すごくちっちゃい丸子めくんみたいで可愛いですね。可愛いですね。おばさん通っちゃいましたね。おばさん、おばさんなんか試合中にアドバイスをする不思議なジャッジでした。不思議な2球審判がいるなと思って、もっと早く出てはけなきゃかわいそうよとか言って。おっと話がそれました。9点、さあたくさん、やっぱ今日のキーポイントはたくさんですので、やっぱたくさんに注目していきたいなと。ドヤ顔楽しみですね。出ますかね。さあチャージして、チャージして、おっと、ハテナが出てますね。これ見てなんでしょうね、これ。2位ですね。的を下の、しかも噛んでないですね、黄色い文字に。噛んでたら2点なんですけどね。いや、これは M L ってことで合ってますか。そうです、 M です。たくさん、いや、高校と輝いてますね。そう、あ、取られてしまったんですね。はい、取られてしまいました。たくさんの M と TKC さんの適当な2本が聞きましたね。さあここ、本当にこの1本は大切です。ここで外すと雰囲気持ってかれるんで、ここを当てられるかどうかが、この試合の大きな争点になるのかなと。さあ TKC さん集中して、ドーン、最初です、入れましたね。最初から入れすぎればよかったんじゃないでしょうか。いや入らないですね、これもたまたまです多分。
さあ、上妻さんには余裕がありますね。上妻さん一番手の方が良かったんじゃないかと、はい、なんか肌触りがすごく余裕を感じますね、はい、さすがこのために毎日ラーメンを食べてきただけある。毎日ラーメン食べてるんですか。はい、ちなみにこの日の夜もラーメンを食べて次の日の日もラーメンを食べてました。腎臓が悲鳴を上げてると思います。体中油だらけになりそう。9点でしょう。さすが早いっすね。いいっすね。早い早いシェイって言ってますね。シェイってこんな早くて10点ですよ。19.98 10っすね。これいい調子ですね。かなりいいっす。さあたくさん99でつなげば55。時間はたくさんある。長めのチャージ8点でしょう、うん、いいっすね。いいですね。まあここをうまくつなげたんで、はい、次の一本につながるいい射をしてほしいところですね。でしょ8点。おお出ましたね。来ました。ドヤ顔出ました。でもちょっと軽めのドヤ顔でしたね、うん。53-36。急に当てましたね、YouTube の方々、はい、TKC さん、でかい。大きいですね。身長188cm。 188cm もあるんですね。はい、さあ3エンド目始まりました。これで勝った、どっちか、これで勝った方が勝ちですね。引き分けるとシュートオフになります。ここで勝たねば。はい、お、甲選手がまたフェイントをかけてますね。かっこいいですね。さあ泣いても笑ってもここが出ないと次の試合にはいけません。集中して、ん7点ですね。ちょっと不穏な数字打ちましたね。ドキドキしちゃいます、見てる方も。 TKC さんね、こういう場面ではパッとしない点数を打たないっていうイメージがありますね。ミスもしないし、いい点数も打たない。おっと、大振りして帰ってきました。77。お、18。ちょっとさあ、4点ビハインド。神様さん、はい、ここかかってますよ。10。さすが。さすが。おー、たくさんガッツポーズ出ました。カミさんも、はい、たくさん、ちなみにこの試合、今までの試合の中で一番楽しかったらしいです。はい、過去のアーチャー人生、過去のアーチャー人生ですか。はい、勝ち馬に乗るってこういう気分なんだねって言ってました。お、逆転しましたね。32-27。さあもうここは普通に打てば、チャージして、あ、長い、チャージして、おー、食べましたね、6点。首かしげてます。あ、でも相手のそのエムってますね。あ、ちょっとチャンスじゃないですか。さあ、たくさん次につながる1本を。おー、ガッツポーズ出ましたね。ゴーガツボスでしょ。すごいドヤ顔です。はい、ということで、無事準決勝に進めたようですので、うん、よかったです。はい、よかったです。続きはまた今度ということで。あ、続きまた今度ですか。はい、もっと見たかったです。じゃあ、そういうことで皆さん、またさようならということで。